い、どうも、ブンクラです。ですね、今回もね、ちょっといろいろ行ってきましたよ。俺なんかめっちゃ旅しとるやつみたいじゃない。今回はね、大阪にまた行ってきたんですよ。で、今回は大阪に何しに行ったかというと、USJ に行ってきました。で、まあ、写真をね、USJ の中で何枚か撮ってきたんで、まずはそれをご覧ください。どうぞ。はい、ということでね、10年ぐらい前に USJ に行ってからそれっきり行ってなかったんよ。で、行きたくて、ずっと行きたくて、まあ行ってきました。今回はみんなにね、お土産がまたあるんだよ。ちょっと待ってよ。今回もみんなにお土産がある。そう、あ、まずこれ見せようか。よし、これね、これは世界に一つしかないものなんですよ。これね、なんか細い路地の奥にスパイダーって聞こえるところがあって、そこに行くと係の人が写真を撮ってくれるわけで、それで撮ってもらった、はい、スパイダーマンと俺のツーショットです。これちょっとボケて見えにくいけど、俺これ実は苦笑いしてるんですよ。これなんで苦笑いしてるかっていうと、この写真を一人で撮ってる人っていないんですよ。みんな友達、カップル、家族で撮ってるんですけど、僕これソロで撮ってますからね。ソロでカメラの人に、じゃあちょっとスパイダーマンのポーズしてくださいって言われて、俺一人でこれやって、で次これやってくださいって言われて、これやって、で3枚目好きなお好きなポーズでって言われたんで、直立不動で撮ったんですけど、まあこれね、これいる？これ俺のこの黒歴史写真、じゃいる方は動画にコメントしてください。こじゃなくてじゃないんだよ。ちゃんとあるの、みんなへのお土産がちゃんとあるの。本当にあるの。あのね、今回のお土産ね、結構いいよ。今回キーホルダーなんだけどね、これキーホルダーなんだけど、全部で6個あるんで、6名様に差し上げたいと思います。でこれ何が違うかというと、このユニバーサルスタジオのこの地球儀の上に、まあ、これだったら見て、ジョーズがあるんだけど、まずジョーズでしょ。でもう一つは、よいしょ、スパイダーマンです。ミニオンだね。ちょっと分かりにくいけど、ジュラシックパークの恐竜ですね。スヌーピーだね。で最後はエルモです。この6種類を買ってきたんで、皆さんにねお届けできたらなと思っております。どうしよう、今回もランダムにする、それともみんな欲しいキャラクターの名前を書きますか、ランダムにしますか。今回もランダムにしよう、ランダムにしよう。キーホルダーが欲しい方、コメントに欲しいと書いてください。で前回ね、俺入れミスがあったみたいで、せっかくコメントしてくれたのに抽選をできなかったということで、ちょっと本当そこはね申し訳なかったです。次からちょっと気をつけようと思うんで、欲しい方はぜひぜひコメントしてみてください。まあね、でもね、今回もねすごい楽しい大阪旅行でしたね。いや、みんなここ行ってみてほしいとかさ、ここ見てみたいとかあったらコメントしてくれたら、俺いつか行きます。でもね、ちょっと怖いとこやめてね。北朝鮮とか、なんかサウジアラビアとか、あっちの方はやめて、ちょっと怖い。ということで、またね、僕のお出かけ写真集をお楽しみにしていただければなと思います。ということで、ブンクラでした。バイバイ。